日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、本日はこちら、ミスタードーナツで新たに発売が開始されたポケモンドーナツ、プリンドーナツを食べていきたいと思います。見た目つぶらな瞳が可愛いですね。あ、ちなみにポケモンスカーレットでプリンはゲットしています。そしてなんと後半にはチャンネル登録よろしくお願いします。ま、早速食べていきましょう。ではいただきます。外側がさっくり、カリカリとしたチョコも美味しいし見た目も可愛いんだけど、アイドルになるには少しパンチというか意外性というか、何よりもっと秀でたものがないと難しい気がするな。ただ美味しくはあるよ。どうだろうね、アイドルには何難しいかもしれないけど、甘いスイーツとしていただきました。なぜなら見た目は可愛いし味もチョコレートの味が、食感も感じられて美味しいのですが、生地と食べた印象は割と普通のイーストドーナツと変わらないかなと思ったのです。せっかくプリンをイメージしてるんだから、もうちょっと味の方でも意表をついて欲しかったかなと思いました。次回登場するときはもう少し進化してほしいですね。というわけで今回食べたプリンドーナツは4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。